することだけ考えろ。出口を目指すんだ。はい、どうも皆さんこんにちは、イヤヨンでございます。ファイアルブルーソー一章ですねからやっていきましょう。操作方法を大体ね、いろいろ確認してみました。やっぱね、コンボとかね、あるみたいですね。まあ、でもとりあえず Y ボタンを連打しておけば、まあ、普通にいい攻撃ができるという感じですかね。で、おそらくマップ、おそらくじゃない、確認したんですけど、マップの×印。なんだって×印に行くといいみたいです。こいつか。はい。はい、それはそうですよね。聞いてください。はい、門番。はい、なるほどね。ミッション開始です。あ、分かりました。あ、でも確かにこういうのやだね、なんか止まってっちゃうの。サクサクにしようかな。傷薬を渡しておこう。聞いてください。はい、 ZRA で回復できるの。魔法攻撃できないの。いや、こいつ守備が高いんじゃない。魔防が。さあ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 、ちょっと倒せないな。ガードしてるときはダメなんか。ガードしてないときにどんどん攻撃か。今だ、いけ、し、今だ。 OK、 なるほどね、こういう感じか。 OK、門が開いたな。こっち、こっちか。いいですか。黒いな、こいつら。そこの広場から出口に行けるけど、思ったより魔物が多いみたい。魔物。広場の敵を残らずぶっ飛ばせばいいんだろう。残らずぶっ飛ばすの大変だな、結構。ミッション開始です。はい、広場の魔物を撃破する。これ止まるのやだね、なんか本当に。どうした村人、どこいる。助けなきゃ。いやー楽しいな。あそこだ、助けに行かなきゃ。大丈夫、どうすりゃいい。どうすりゃいい。魔物を撃破すればいいんか。いや別に特に何もす保護とかしなくていいんだね。はいはい、よし、報酬もらうぞ。逃げ遅れた人を助けに向かうか。あ、やばい、やばいやばいやばい、こいつ強い、こいつ強い、こいつ強いぞ。お、崩れた崩れた。今ダメだ。このガードが溶けてる時に攻撃すればいいかな。ミッション成功。 OK。 おお、天の助けです。お礼にこれを持って行ってください。よ、どれ。俺、聞いてください。ドロップアイテム、嘘を回復。やったぜ。オッケー、じゃあ行くか。あ、これか、ロケットね。オッケー、こいつは別に倒さなくてもいいんだよね。よし、じゃあ行くぜ。勝手にダッシュするんだね。なんなんだこの黒い兵たちは。影の兵、シャドウソルジャーそんな名前だったり。それ出して魔物だよな。ほら、どんどん行くぞ。あそこに魔物がいっぱいいるんか。じゃあこの辺で奥義とか使えるかな。使ってみようかな。お、奥義だ、行くぜ。もっと敵置いてからやった方がよかったか。いいね、よし。さあ、あいつを撃破すると。あ、こいつは弱いな。あ、なんだこいつ弱いな。こいつ赤いやつか。青いやつがなんか強かったよな。オッケー、これで、どうだった。あ、成功しました。増援だってよ。あ、こいつは強いんだな。お、映像入りました。こいつは強いんだ。あら、ちょっとしっかりしてよ。ごめん。
やばい仲いいな。さすが、お、さすが、え、ルキラかよ。ここで現れる。ありがとうございます。あなたは？マルス。僕の名はマルス。ルキナだろ。味方の援軍ですね。マルス出現。マルスは別に操作は今できないかな。さあさあさあ、マルス大丈夫な？あ、マルス使えんだ。使えちゃうんだね。じゃあルキナ使っていきましょう。説明している暇はないよ。ここを突破して市街から離れるんだ。ミッション開始です。門を塞ぐ魔物を撃破せよ。よし、進んでいこう。お、いいんじゃない。ルキナ使いやすいな。コマンドがねあるんだよね、あのそれぞれに。ちょっと見てみようかな。どこで見るんだっけ。選択してください。マルス、はい、あ、違う、そういうんじゃないな。プレイヤー情報、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、これ全共通なのか。あ、違うの。でもリアしか見えないかな。まあいいやじゃん。まあ適当にね Y ボタンを押してれば、ほら勝手にねこういうね強い技が出ると。そこは難しくないんだよね。どんどんねボタンを押して爽快に切り抜けていくゲームですね。挑戦開始。しかも2体同時に相手をしなきゃいけないなんて。大丈夫だよ。1体ずつ片付けるんだ。あ、なんかロックオンってあったんだな。そうそう、これロックオン使おうね。OK、切り替え R 左右で。あ、そうな。あ、こうやって切り替えられるな。分かった。 OK、OK。 あれ、あ、もう倒した。あ、マルス強いんじゃね。あ、もう行くの。あ、マルスいなくなっちゃった。あれ、ずっとリアンずっとここにいたの。ついてこないんだ勝手に。行きましょう。なんかそれ指示しなきゃいけないかな。ここまで来ればさあもう大丈夫だろう。こいつらは別に残しておいてもいいんだよね。なんか全部倒すとなんかもらえるとかあるかな。どこに行ったの。こういう壺とか破壊していこうか。ちょっとこういうとこはないけど経験値溜まってるの。経験値の音が聞こえてよね。ててって。さあここはゴールか。よし、これで一生クリアかな。あ、ゴールド、あ、やっぱゴールドってなんだね。あ、やっぱじゃあ倒すとゴールドいっぱいもらえる感じか。はい、ほう、ちょ、いきなりだな。あ、なに、ここで帰られるん。あ、帰られるんだ途中でも。へえ。これはどういう大陸だろうな。ロシアあたりかな。いや違うな。地球じゃねえか。で、なんだってシナリオ。あ、もう2章なんだね。じゃあ、あ、なるほどね。はいはいはい。で、1章クリアだということで、じゃあこの辺でね終わりにしましょうか。1章、いやー楽しいね。はい、ということで、ファイアーエムブレムスを一生クリアしました。じゃあ次回ね、ちょっと2章もやっていこうかなと思います。この辺からもうどんどんね、いろんなキャラクター出てくるんじゃないでしょうかね。非常に楽しみです。はい、ということで今回これで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。